今回の啓発動画では、被差別当事者っていうね、言葉について説明するんですけども、この被差別当事者っていうのは、まあ、解放同盟とかそれに洗脳された人がたまに使う言い回しで、私も何度かそういうことを言われたことがあるんですけども、まず注意してほしいのは、この被差別当事者っていうのは大体当事者じゃないんです。例えばね 球団会とか確認会とか、まあ、今はもちろんそんな言葉ばつかないですよ、話し合いとか学習会とか言うんですよそういうところで、まあ、差別事件がありましたと。というところで、まあ、当事者の方が出てくるんだけど、普通、当事者って言ったらね、まあ、差別された人、差別した人っていうのは思い浮かべるじゃないですか、だけど、そういう場面では同じ村の人間とかですね、まあ、親戚だの、解放同盟の役員などが出てくるんだけど、 それって当事者じゃないですよねその、一般常識的な考えでいくと、例えば交通事故がありましたと、それで話し合いの場にその親戚のおっちゃんとか、あとは同じ村の人とかね、まあ、会社の同僚とか、そういうのが出てきて、当事者だって言われたら、それ当事者って言わないでしょ、うん、あくまで、まあ、あの第三者的な立場っていうことになるので、まずそこで当事者っていう言い回しがおかしいんですよね。 まあ別の動画でで話したこともあるんですよ例えば、えー、滋賀県でね、えー、不動産屋の社員がそのどこぞの物件の値段が安いのは動画地区だっていうようなことを言ってそれで確認階級段階になったんだけどもここでじゃあ当事者って言ってね、まあ、これも当事者と言えるか微妙なんだけど例えばその家賃がどうこうっていう話なら、まあ、ある意味当事者になるのは大家さんってことになるんだけども。 大家さんは全くその9段階に関与してないんんですよで大家さんに実際、僕はって話しかけたんだけども、そんな自分は解放同盟なんかにも参加してないし、そういう童話関係のね、教授にも関わってないし、その球団会だのどうだの知らないって言われたんですよ、だから、そのまあ、百歩譲って当事者に、当事者と言えるような人さえ、加わってないっていうことがね、しばしばあるんですね。というか、むしろそういうことの場合が多いですね。 それで、まあ、それ以外の意味として、自分はブラク民だから、被差別当事者だというような、まあ、そういう言い回しもあるんですよ。そういう、まあ、自称ブラク出身な人が、公演なんかでね、それで自分はブラク出身だっていうふうに銘打って、公演やったりするんだけど、まあ、そういうところでも、被差別当事者だみたいな言い回しはするんだけども、これに関してはもう完全にね、僕は頭おかしいとしか思えないんですよね。まあ、大体そういう人がね、じゃあ、 その人はじゃあどれだけ差別されたことありますかとかね。差別した人何人いますかとかね。そういうふうになると大体ね、まあそもそも差別されてないっていう人も多いし、で差別されたって言ってもね、まあ本人が言ってることなんでどこまで本当かっていう問題があるんだけど、でもその当事者と言われるのは何人かぐらいじゃないですか。 だからとあるブラック出身者の人が、まあ、子どもの頃に隣の村の人間からいじめられたとかバカにされたからって言ってね当事者っていうくくりであればまあそのまあそのせいぜいその村と村の間の話じゃないですかそういうのが例えばね、えー、四国のなんか愛媛から。 東京だの、大阪だの、山口だの、鳥取だのやってきて、自分は当事者だ、当事者だ、被差別当事者だって言ってね、何にも関係ない人間にそうやってね、話すのは、はっきりして異常ですよ、異常な考えですよ、それ、おかしいですよ。 例えば、アメリカのブラック・ライブズ・マターなんかね、騒ぎになってるけど、ああいうの見てね、多分ほとんどの人は気がついてると思うけど、差別をなくそうなんて言ってる人たちがとても差別をなくせるとは思えないんですね。結局は人間を差別する側、される側という風に振り分けようとすると。しかもその振り分ける基準というのが個人個人を見るんじゃなくて、まあ、肌の色とかね、遅延血縁で振り分けるわけですよ。そんな考え方の方がよっぽど差別的だしね。 そんなことをブラック問題を持ち込んだら、もう一般民とブラック民は敵対するものっていうふうに見ざるを得ないですよ。うん。だから敵対するっていうふうに見られてるもので、じゃあ仲良くしようなんて思わないじゃないですか。だからそういう考え方っていうのはね、むしろ平和に反するというか戦争をこ起こすような人の考え方だと僕は思います。ということでね、その、 解放同盟に洗脳されてる人で、被差別当事者とか言ってね、そういう恥ずかしいことをね、言ったことがある人は、今からでもやめた方がいいと思いますあの。洗脳から解かれるべきですね。ということで、今日の啓発動画でした。